え？誰？この子誰？アルマソフトスタッフ募集。あ、で、セーブか。この子は誰？タイトルは。あ、違う違う。戻っちゃダメよ。え、結局、本当に小葉さんは誰だったんだろう。謎解きツイートを開く。なんだこれ。ヒントを見る。アルマソフトツイッターに投稿された謎解きに回答することでおまけシナリオを閲覧できます。へぇ。先にヒント見ちゃうけど。関数字を小さい順につなぎ。あ、まあいいや。規定のブラウザツイッターページを開きます。本当によろしいですか。なんかあるんだ。あ、パスワードが必要です。詳細は隣の掲示板を確認してください。ああ、そのツイッターでなんかパスワード、謎解きをやっていて、それを解くと隠し部、ああ、なんかいけるようになるんだ。なるほど。見てないので、ちょっと解けないですけど。あれ？戻れない。音的とかにしとく？違うよね。これは開発資料を閲覧できます。企画書一部。おお、なんかすごい。大体ことに意思を指令するための書類です。こうやって作られたってことですね。一緒かな。進行資料1。ああ、こういう資料なんか載せてくれるのはなんかいいですね。怪異チラ見せとか書いてある。すげえなあ。完成させるだけでもすごいことだからね、こういうのって。アートを閲覧できます。おお、没案。おー、なるほど。いいですね。決定校が素晴らしい。あ、なんか、ボツワンの上にいるなんかグレイみたいなの好き。怖くないけど、あんまり。左上もなかなかいいですね。その他。あー、はいはいはい。途中で出てきたアイテムとかですね。広報用。ふんふんふん。あ、一緒か。なるほど。本編に収録されなかった没ファイルを閲覧でいきます。人形のバックボーン用。日本人形の誕生バックボーンを伝えるためのファイル。生贄の手紙。あなたはみんなのためにあなたにしかできないことを全うしてください。あなたに会えてよかった。またきっと五章で会いましょう。裏には震えた筆跡がある。血のつく雨の音が今日はよく響いて聞こえる。とうとう私の番だ。怖い。嫌だ。この気持ちを紛らわせるためにただ泥をこねる。ああ、本当は載せるよ。本編中に出す予定だったけど出さなかったテキストってことですね。背景の説得力用。ステージに新しいオブジェクトが理由付けのファイル。荒れた建物を放置するとでは誰も、当該地域に対し関心を払っていないというサインとなり犯罪を起こしやすい環境を作る。昭和初期とは思えない家具が散見されることからも現代まで日常的に粗大ごみの不法投棄など軽犯罪が起きていたことは間違いないだろう。不法投棄だけではない。屋敷の状況を見るにここではもっと恐ろしい凶悪犯罪が起こっていた。そう思わざるを得ない。適当な気持ちで取材に来たが、俺はもしかしたらパンドラの箱を開けてしまったのかもしれない。なるほど。なんか向こう割れてるけど、向こう行けたりしないのかな。うん。なるほど。これだけみたいですね。ちょっとせっかくなんで、このパスワード解いてみたいですね。やってみますか。
はい、ということで、ツイッターの方の問題見てきました。そして、ここにある、ああこれセーブだったこれですね、ヒント、関数字を小さい順につなぎっていう、これですね。はい、でこれを見て、答えが分かりましたと。はい、解いた結果、たたりは終わらないでしたね。決定。はい、開きました。あの日町は変わってしまった。私は災害の中で出会った小葉健介と名乗る男と、口が動いてないぞ、小葉健介と名乗る男と共に町で起こる事件を追っていた。あ、じゃあこいつ自体ちゃんとしたキャラクターというかいたんだ。そして小葉っち生きてたんだね、ちゃんと。佐伯かな、災害や健介が探しているという少女についてのメモ。健介は寝る間も惜しんでいつも熱心に調べている。あ、この女の子は佐伯っていうのかな。写真の前に線香が備えられている。健介も大切な人を失っている。もちろん私も。ここであれかな、コバッチのことがなんかわかんのかな。台風はまだ収まらない。もしかしたらこのまま永遠に、いや考えたくもない。あ、ずっとその災害が起きたまんまなんだ。ケンスケが調べた災害についてのファイルが入っている。で、テープかな。おお、すげえちゃんとした映像。水田市で堤防決壊、死亡行方不明3000名超の恐れ。私たちの生活は完全に破壊された。この忌まわしい災害によって。おお、コバッチ生きてたんだね。来てたのか佐伯。例の現場はどうだった？ひどいものだわ。災害以来事件が絶えない。山中に残された複数人のご遺体、大学の山岳部員のものだと分かったわ。山岳部？行方不明の山岳部員というと、これか。部員6名、救助活動に乗り出した日を最後に行方不明。発見されたのも6名分よ。その部員で間違いなさそうね。6名分？気になる言い方だな。それがご遺体はバラバラの状態で放置されていたの。それで6名分と。バラバラの状態で放置？まとまって？恐ろしい猟奇事件。近頃治安も悪化してる。災害が人々をすっかり変えてしまった。そうだ、あともう一点報告よ。健介が探している少女、確か柏葉春菜と言ったわね。柏葉春菜、彼女がいなければこんなことにはならなかった。何か手がかりでも見つけたのか？それがこの山岳部員の現場近くで発見されたわ、焼死体として。焼死体？なんだと？柏葉春菜が死んだ？バカな、そんなはずはない。ケンスケ、残念だけれど。ちょっと待って、写真を撮ってきたから。これが柏葉春菜だと？嘘だ、そんなはずは。もしそうなら、あの少女が死んだなら、なぜこの憎たらしい雨は降り止まないんだ。え、春菜死んじゃったの？せっかく助けたのに。柏葉春菜が死んだ？だとすればこの雨を止める方法はもうなくなってしまったのか。信じられない思いで俺は遺体のある現場へと向かった。音的呵責の行方。すげえ、まだ続きあるんだ。普通にこれが柏葉春菜？例の山岳部員の現場を見た後、ついでにこの辺りを見て回ったの。そしたらこれを発見した。そんな、納得いくまで調べないよ健介。私は構わないから。
おお、コバケンスケパート、コバッチパートか。ひどいありさまだ。指先まで焼かれ、おまけに顔面が潰されている。これじゃあ一体誰だか。そうだ、誰だかわからないじゃないか。おい、これの一体どこが柏葉春菜だというんだ。重要なのはそっち。何？ドラム缶の中に何か燃え残っている。これは衣類か。それに学生証、柏葉春菜のものか。そう、これはどう見ても他殺よ。きっと犯人がご遺体の身元を隠すために。ひどい話だ。だが何かが引っかかる。何かが。健介は一通り現場を調べ終わった後も何か引っかかっているようで、一人考え込んでいた。てかマジ、コバッチ何者なん？探偵かなんかな、もともと。少女の生死は彼にとってそれほど重要なことなのだろうか。健介は柏葉春菜との関係を私には教えてくれない。よほど話したくないことなのか、それとも私が信頼されていないだけなのか。ともあれ、健介の柏葉春菜に対する関心はある種の執着、編集とも呼べるものだった。健介、一体何が気になってるの？あまりに不自然だ。君はおかしいと思わないのか？だから何が？よく考えてみろ。何か気づかないか？現場に残された不自然な点について。不自然な点？焼死体、例えば焼けたご遺体、こんな状態じゃ身元がわからないもの。だけど健介も見たでしょ、そのドラム缶の中身。ああ、見たと思う。これだろ。何かおかしなところでもあった？学生証の気になる点、それって燃え残っていただね。学生証が燃え残っていたこと。そう、その通りだ。さすが察しがいいな。そもそもこのご遺体、顔が潰されているのはなぜだ。全身が焼かれ、おそらく指紋や毛髪の照合もできない。考えられるのは遺体の身元を隠すため。それはもちろん被害者の身元を隠すため。そうだ、それ以外に考えられない。衣服や学生証を燃やしているのも身元を隠すためだと考えていたが、しかしこちらは中途半端に残っている。なぜ犯人は被害者を示す証拠が燃え切ってからこの場を去らなかったんだ。証拠を隠滅にしてはあまりにお粗末だ。それに参道とはいえ、街灯のある明るい場所に放置するなんて、まるで見つけてくれと言わんばかりじゃないか。つまり間違いない。これは偽装工作だ。犯人の目的は遺体を柏葉春菜のものであると誤認させることだ。だからわざと燃え残った衣類や身分証を現場に残したまま立ち去ったんだ。そう考えれば納得がいく。つまりこのご遺体は別人のものだと？その通り。柏葉春菜は生きている。ちょっと待って、それならこのご遺体は一体？そこが問題だ。そうだ、まさか。例の山岳部員の遺体が発見されたのもこの近くだと言っていたな。ええ、部員6人が全員ひどいものでバラバラに分解されてね。なぜバラバラだったんだ。まさか遺体の数を。その遺体の中に女性は確認できたか。何ですって？写真中央、山岳部唯一の女性部員だ。女性のご遺体どうだったかしら。中には頭部のないご遺体もあったから。でも現場には確かに6人分のご遺体が。頭部のない遺体、やはりそうだ。間違いない。これは偽装工作だ。え？そう言うと健介は持っていた手帳を取り出し、棒人間を書いてみせた。なんかこれどっかで見たな。バラバラにして1人分の遺体を多く見せるみたいなやつ、なんかでなかったっけこれ。6人の山岳部員、うち1人がこの焼死体だとすると残りは5人。いいか、よく見てろ。あ、すげえ。これはまあ有名な数学のパズルだ。5体の体を組み替えて6体に見せかけたんだ。これなら頭部がなかったのも当たり前だ。そんな、むごい。部員全員を殺害したとは考えにくい。おそらく事故で死亡した遺体をバラしたのか。そんなことをする必要があるのは柏葉春菜本人か。周一、
目的が何であれ遺体をバラバラにしたり燃やしたりするなんてあの二人ならやりかねない。自分たちが生きていくために。小葉さん騙されてくれただろうか。てか生きてるって信じてるんだあの状況からもう後戻りはできない。決めたんだ俺は。どんなことでもする。春菜と生きるために。てかそんなに信頼関係築けてたの。マジで初めましての間があのはずだけどこれでいいんだ。これで改めて山岳部のバラバラになったご遺体を調べ直すと、そこに女性部員のものと見られる部位は全く残っていなかった。女性用の衣服や登山靴が現場に残されていたにもかかわらずだ。どうやら健介の推理が正しかったらしい。分割した遺体を野生動物が食べてくれたら万々歳、そうでなくても俺たちを惑わせて時間稼ぎできれば十分と。そんなところか。やはり柏葉春菜は生きている。つくづくしぶとい奴らだ。ねえ、気になっていたんだけど、その春菜という少女、本当にただの知り合いなの？わかったわ。これ以上は詮索しない。でもいつか絶対話してもらうわよ。そうだな。いつか話そう。でもまだその時じゃない。あくまでこれは俺の問題だ。あいつらを止められなかった俺自身の。わかった。付き合ってあげる。じゃあまずは山岳部員のクレジットカードをたどりましょう。何？世の中何をするにもお金がかかるわ。柏葉春菜が生きているなら、山岳部員のクレジットカードを使おうとした痕跡が残っていてもおかしくない。行かないの？まさか。必ず終わらせてやる。それが俺の責任であり、使命だ。うん、もう一人の主人公だな。わあ、まだ続きそうまだ続きそうだ感じの終わり方にしましたね。はい、ということでこれで全部かな。あ、また入っちゃったこれ出れないかな。はい、リセットします。はい、ということでこれでおそらく全て遊び尽くしたかな。いや、すごい。後日談まですげえ力の入ったね、演出まで含めて本当になんかおまけっていうより普通に本編でもいいぐらいのものは用意されていて、素晴らしいクオリティでしたね。ちゃんとドキドキする展開もあって、まあ、なかなかこうね、考えさせられるというか、まあ、どちらにも正義がある。周一と小バッチ。てか、なんでいつの間に俺小バッチって呼んでんだろうね。周一と小バさんの二人のね、両方正義があって、まあ、どっちも正しいとも言えないし、間違ってるとも言えないっていうね。まあ、よくある命題ではありますけども、考えさせられる、いい内容でしたね。非常に。完成度の高いゲームだったんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。